どうも、こんにちは。なんかドア開いてる。この顔見るのも1ヶ月ぶりですかね。どうも、いかがお過ごしでしょうか。毎日投稿を始めて、1ヶ月が過ぎましたね。まあ気持ち的にはまだいけるね。続行だ。確定演出じゃないんですけど、あれだね、学校とか仕事とかがもう始まって、働きに出てる人だったり、学校に行ってる人だったりがいて、まあもう夏休みは終わったなと、お盆休みは終わって、まあ、長い休みの期間中に毎日投稿していたんですけれど、皆さんにちゃんと明確に決めて言ってないことがあって、俺8時に投稿するなんて一言も言ってないから、だからたまに今日の投稿10時になりますって俺がさ普通にツイートしてたりしてたんだけど、そう実際問題別に何時に投稿しようが日をまたがなければ毎日投稿になるから、そうって俺の感覚ね。だから普通に毎日投稿はしていたんですけれど、全然時間を守らないなこいつとかね思った方いますけどね。あのね、盲点だぜ。まだ続けられそうだから続けようと思うんだけど、僕もやっぱあれだから、人間だからいつかは音を上げるんですけれど、まあ、そんなことも踏まえた上で、とりあえず途中経過ということで1ヶ月毎日投稿が終わったから、それをちょっとお伝えしようかなと。再生回数もね、まあ想像通りだったって感じですけど、まあ、あんまり伸びてない、僕はもう納得いってないっていう感じですけど、まあそういう問題じゃないからね。記録として投稿してたりとか、まあ、活発的に生き語り出してるよっていうのを皆さんにアピールすることで活気づいてみんなが見てくれるんじゃないかなっていう気持ちでやってるので、自己満ですけどね僕は。まあなんか毎日の楽しみになっていますって言ってくださってるコメントもいたりね、毎日投稿を始めようと思いますって言った動画をちゃんと見てない、人たちがねリクエストをしてくるけどね、ちゃんと見てね、リクエストと受け付けてはおりません。僕が歌いたい歌をひたすらに上げていくだけなので、リクエストと一切受け付けておりませんのでって言ってるから性格が悪いのかなってね。性格悪いですけどね、マジ、まあ、僕の自己満で勝手に上げていくっていう感じで、まあ温かい目で見守ってくれたらありがたいです。ありがとうございます。最後あたりでもうほとんどずっと夜しかが続いてたじゃん。あのね、僕ね、ここで宣言するんですけど、ヨルシカの曲は全部あげるつもりなんですよ。ヨルシカの曲はマジで好きだから、ボーカルが入ってない曲以外の曲は、ワンコーラス、オアフルコーラスで全部カバーするつもりなので、楽しみにしていただければ嬉しいかなと思います。そう、俺はね多分弾き語りのレパートリーだったら1000曲以上は歌えるから、それをまだ動画にできてないってだけで、撮るのとだともうね、ほんとね、もうね、わかる？もうね、めんどくさい編集、誰かやってくんない？撮るのはいい、だって撮る時間1曲1コーラスだったらだって10分で終わる、3回つるって撮ってそのままもう OK にしちゃう時もあるし、フルコーラスでも30分以内には撮れるから編集だりいいんだよね。もう字幕つけてさ、背景描いて画角合わせてみたいな、めんどくさくない？もうめんどくさい、やってほしい。あとミックス師さん、なんかまあミックス師さんでなんか無償でやってくれる方いたら歌ってみてもやってみたいんで仲良くなりましょう。てかちょっとさ、最近さ、その1ヶ月の間に投稿してる毎日投稿がさ結構フルコーラスが多かったよね。フルコーラスが多かったから大変だったのかな。なんでフルコーラスで撮ってたんだろう。1000再生もいってないし、再生数この動画の後にまた動画を撮ろうかなって思うんですけれど、まあぼちぼち頑張っていきたいと思います。
いいのかな。毎日投稿を楽しみにしている方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。再生されることはあまり期待していないけれど、自分の記録として日記として、動画投稿は頑張っていきますので、もしそういう過程を陰ながら温かい目で見守ってくれる方はぜひともよろしくお願いします。性格悪くてすいません本当に。